帝都の同志か。まあ、少し前にリーン君たちに捕らえられたという、ようやく背景も見えてきた。そろそろ動き出すとしようか。動力銃、そんなところに仕込んでたのね少し前にティータ君に協力してもらってね。いやー、演奏に悪影響が出ないよう調整するのが、やれやれ、あの子も士官学院で忙しいでしょうに。エステルにヨシュア。ああ、だが今は信じて、僕たちなりに動くだけさ。シェラ君、オーダーでの後方援護は頼んだよ。大丈夫、無知は取り上げられたけど、なんとかアーツで連携すれば。いや、あくまで援護に徹してくれ。さすがの僕もこの状況で二人守りながらは。道は譲ってもらうよ。僕の番だね。遅い遅い。僕の番だね。それ。お任せあれ。くらえ。僕の番だね。安らかに生きたまえ。シュート。お任せあれ。それ。そんな。おやすみ、子猫ちゃんたち。七組諸君、オーレリア将軍、改めて礼を言わせてほしい。
改めてブリッジを目指すわよ。3階のカードキーは。将軍は離脱したようだね。命が惜しくば全員。それはこちらのセリフだ。帝都のクーデター犯たちと同じ目的で動いているということも。彼らが逮捕されたのもすでなのに、懲りずにこの地で陰謀めいた画策をし、まさか本気でクーデターなんて成功するとでも思っているの？ああ、もちろんだとも。先の大戦で帝国がニックキ共和国を下した先に成し遂げたであろう大陸の統一と高級兵は、その好機を自ら手放し、卑しくも敵国におもねり、国民の血であがなわれた兵器をいとも簡単に廃棄する。誤った道を歩み始めた帝国にもはや未来はない。ただ一つの道。あなたですよ。皇太子殿下が行方知れずとなった今、もはや隠居同然の皇帝陛下でもなく、この赤き翼と共に鮮烈な復活を果たし、今も帝国の復興に尽力し、殿下とこの艦が共に真相と閣下に下れば、帝国民の多くは統一国に賛同するでしょう。そして見事統一が成し遂げられた暁には、帝国は再びその先にこそ。皇族への不敬の言葉の数々、そんな妄想であなた方は王子殿下夫妻をテロリストに差し出そうとしたのか。挙句ノルドに火種を持ち込み、あの対戦を再開させようとしている。到底許せるもの。小さい。我々が真相党閣下が見ているものは、それに比べれば皇族など、ましてはこのような辺境がどうなろうとさじでしかある。どうしてそれがわからないのだね。あなたは禍々しい霊力の気配も感じます。ですが、あくまで歪んだ末に盲目的なまでの欺瞞にたどり着いたのでしょう。そんな心の隙間を利用されてしまったわけか。だが、それでは前に進めない。なんだと？あの大戦とそれをめぐる戦いの中で多くの大切なものが失われた。徴兵によって傷つき倒れた人々、国家総動員法にすり減らされた財産。私も一度は赤き翼を失い、帝国の未来を託そうとした弟も去っていってしまった。殿下。だが、失ったからこそ得られたものだってあるはずだ。新たな赤き翼、国境の隔たりを越えた仲間たち、愛すべき人に
時代を担う新しい命。弟にしても過ちから逃げるだけではない、前に進むためにその道を選んだと信じている。そうやって失ったものと向き合い、次へとつなげていくことができれば、少なくとも真の意味で失ってしまうことはないはずだ。王子殿下、それすらもできぬほど君たちが歪んでしまったというのならば、ここで君たちを止めてみせよう。曲がりなりにも皇族の端くれとして。やれるものならやってみるがいい。七組総員、王子殿下を全力でサポートするぞ。ああ、我らの邪魔をする者は王子とて容赦せん。高ぶれ黒竜神、切り刻め。行くぞ。今だ。もらった、私の番ですね。アークス駆動。そこだ。アークス駆動。負けないわよ。
ていた無人戦車が集結中、勝手に攻撃を始めて。ダーモンで機体を出してきてな。そこにいるな、オリビエ。それと後で話が。絶対に生き延びろ。確かに届けた。さらに部隊が集結しつつある。気をつけて。了解した。こういった形での共闘は初めてだな、マテウス卿より受け継ぎ。もはや帝国最強の域にある妹弟子に見せるほどの剣ではないが、背中は任せた。プレイステーション。